アマーリエ・ゼーバルトはドイツの歌手。20世紀の初頭にはルートビヒ・バンベートーベンの不滅の恋人であると考えられていた。ゼーバルトはベルリンに生まれた。父は法律顧問官のカール・クリスティアン・アウグスト・ゼーバルト、母はアルスティン・フォン・ゼーバルトである。ゲオルク・カール・ベン・ヤミン・リッチェルと結婚した姉妹のアウグステと同様アマーリエもソプラの歌手であった。 合唱協会の記録には、母が1791年、姉妹が1801年と1802年に記録されており、独唱者として舞台に登場したのは、それぞれ1794年、1803年、1804年のことであった。ベートーベンとゼーバルトは1811年の夏に、テプリツェの海岸リゾートで出会っている。この時ゼーバルトは、 詩人のエリーザ・ホンデア・レッケと旅行中であった。1812年にデプリツェで再会すると作曲家の心を射止めた。1815年10月17日、ゼイ・バルトはベルリンの法律顧問官であったルートビヒ・クラウゼと結婚するが、夫に先立たれてしまう。一方独身のままだったベートーベンは5年後にヒアナスジを出るオに対し自分は、 恋に落ちた女性に幾ばくかの望みを持っていると語った。ゼイバルトは結婚後の歌唱指導者として仕事をしていたと見られている。文下からはルイーゼ・フォンメクレンブルク・シュトレーリッツ大工場にメダルを授与されたリリー・パル・テイラが排出している。ベートーベン学者のボルフガング・アレクサンダー・トーマス・サンガリは1910年、ベートーベンが1812年7月6日、 7日に、ボヘミアの温泉療養地であるテプリツェで書いたと判明している、宛先不明の有名な、不滅の恋人書館の受け取り人がゼイバルトだったとの説を提唱した。トーマスさん狩りの説は現在では、議論されていない。ありがとうございます。